はい、皆さんこんにちは。 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロピッキングのアポヤンド、アルアイレの奏法、こちらについてのお話をさせていただきたいと思います。はい、アポヤンドとアルアイレ、なんじゃそりゃということなんですけども、ピッキングするとき、ウクレレソロですね、ウクレレソロを弾くときにピッキングの方法は2種類あるんです。それがアルアイレとアポヤンドということなんですけども、アポヤンド奏法から解説しますと、隣の弦に乗せて止めるんです。3弦を弾いたならば2弦に乗せて止める。こうですね。こうです。はい。ピッキングした指を隣の弦に乗せて止める。こうやって下方向にするピッキング。これがアポヤンド奏法なんです。で、もう一つのアルアイレ奏法というのは、隣の弦に乗せずに空中に向かって上げます。斜め、こっち方向にピッキングですね。こういう風な感じで、隣の弦に触れないようにピッキングします。はい。どう違うかというと、アポヤンド奏法の方が音が太くなります。これアルアイレで弾くと、アルアイレで弾くよりもアポヤンドで弾いた方が、隣の弦に乗せて弾いた方がですよ、しっかりとピッキングできるので音は太くなるんです。それ以外に前の音を残しときたい、隣の弦を残しときたい場合は、アルアイレで空中に向けて隣の弦に触れないようにしてピッキング、それから隣の弦の音は止めたいときはしっかりと音を出すという風にしていただくといいと思います。あとですね、ウクレレソロはメロディーとコードでできてます。メロディーを弾いた後にコード音とかを一本ピュンと入れるときは、アルアイレで空中に上げると存在感の薄い、音になりますので、その辺で使い分けていただくといいかと思います。はい、BJ のウクレレ講座、今回はアポヤンドとアルアイレ、この奏法の2つ、解説いたしました。まあ、どちらで弾いてもいいんですが、アルアイレだけで弾くよりはアポヤンドをしっかりと入れると、メロディーがパッと立つ感じにもなると思いますよ。ということで BJ のウクレレ講座でした。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない。いつもいつまででも